ジェームズ・ポール・デビット、ジム・バニングは、アメリカ合衆国のプロ野球選手、政治家、共和党所属の連邦会議員、連邦上院議員。バニングは、ケンタッキー州、サウスゲートで、ルイス・アロシウス・バニング及びグラディス・バニング夫妻の間に生まれる。シンシナティのセント・ザビエル高校を1949年に卒業し、ザビエル大学に入学、経済学の学位を得る。 1952年にバニングは、メアリー・キャサリン・サイスと結婚、5人の娘と4人の息子を設ける。息子の一人、デビッド・イル・バニングは、ケンタッキー州東地区地裁の連邦判事である。1950年、デトロイト・タイガースと契約。1964年から1967年まで、フィラデルフィア・フィリーズ。 1968年から1969年途中までピッツバーグパイレーツ、その後ロサンゼルスドジャースに所属。1970年にフィリーズに復帰したが、1971年シーズン後引退した。1955年7月20日にメジャーデビュー。1957年には20勝8敗で、最多勝ちのタイトルを獲得。 1958年7月20日のボストンレッドソックス戦でノーヒットノーランを達成。1964年6月21日のニューヨークメッツ戦では史上7人目ナショナルリーグでは初の完全試合を達成した。両リーグでノーヒットノーランを達成したのはサイヤングに次いで史上2人目である。また、両リーグで1000月三振を達成したのは バニングが最初である。1959年8月2日のボストンレッドソックス戦では9回表にメジャー史上10人目の3者連続3球三振を記録している。1996年にベテランズ委員会推薦で野球殿堂入りを果たした。バニングのフィリーズ在籍時の背番号14。フィラデルフィアフィリーズの永久欠番に2001年指定。 2001年、バニングのフィリーズ在籍時の背番号14が永久欠番に指定された。1977年から、ケンタッキー州法とト,トマス市の市議会議員を2年間務め、1987年から1999年まで会議員を務めた。1998年、ケンタッキー州選出の上院議員を24年間、 勤めたウェンデル・エイチ・フォードが辞任を表明すると出馬を表明。接戦を制し上院議員に初当選した。2004年に再選された。在任当時、上院の最も保守的な議員のうちの一人とされた。2006年4月にはタイム地のアメリカの上院議員ワースト5の一人に選ばれたほどである。2008年12月、世界金融危機に伴う処理。 ビッグスリー救済法案に反対票を投じたと言われ、ビッグスリーのお膝元であるミシガン州で行われる予定だった野球ファン向けのサイン会が中止になる騒ぎになった。ランドポール上院議員と2010年の中間選挙で出馬を辞退し引退。2011年1月3日をもって同じ共和党のランドポールへ連邦上院議員職を引き継いだ。 その後は隠居生活を送っていたが、2016年に脳梗塞を発症し、翌2017年5月27日に死去した。85歳没。ありがとうございます。